達に会えない寂しさがやっぱたくさんあったの であとはみんなの意見をこう反対してでも来た海外だったので、誰にでもこう苦しいとか帰りたいとか、正直帰りたかったですし、最初の半年は辛かったですけど、そういう弱音を吐けなかったので、そういう環境を作ってしまった自分もいましたけど、それがやっぱ辛かったです。そうですね、まあ比較的、まあ僕の生まれたホームタウンが、まあ、治安がよろしくないので、そういうところで育ったので、ただ逆にそれが役立ってて、こう海外に来た時にやっぱりそういうやっぱ根性というかメンタルはすごく役立ってると思うし、まあ、お父さんお母さんもそういういい子いい子を育ててくれたわけじゃないので、すごくこう説教されたし、厳しくこう育てられた覚えもあるので、それは僕の小さい頃からの育て方が今の僕を作ってくれてるんじゃないかな。そうですね、フューチャーとこうワンをねこう、試してね、僕ももちろん悩みましたし、やっぱりワンの性能もすごく良くて、迷ったんですけど、最終的にはやっぱり僕のスタイル、やっぱこういう明るいシューズを出すのがやっぱフューチャーだと思ったし、やっぱりそういうのは意識しましたし、あとは履いたフィーリングで、やっぱりもう履いた瞬間のあいけるなっていうフィーリングがやっぱアタッカーとして大事だと思うので、そういうフィーリングがすごく良かった。まあ、やっぱりこう、プーマさんのこう方針というか、これから、こういう選手と一緒に仕事して、こういうブランドにしていきたいという気持ちがすごく伝わったのもまず一つですし、あとは過去のやっぱねレジェンドの選手たちを見ても、マラドーナであったりこうクライフであったりという本当に世界でスーパーな選手たちが、履いているのを聞いて、やっぱり僕はトップだと信じてますし、トップのブランドだと信じているので、このブランドを選びました。